皆さんこんにちは。お兄ちゃんになりたい週末です。そう、お兄ちゃんになりたいならセーフだと思うんだけど、妹が欲しいだとちょっとなんかやばい感じがするんだよね。てなわけで皆様、青春豚野郎お出かけシスターの夢を見ない、見ましたでしょうか。こちらめちゃくちゃ大変ね、もう感動作となっているのでぜひ見ていただきたいんですが、まあ、今回はですね、まあ、前回映画のまあ感想動画みたいなの出したんだけど、今回はまあ映画の特典だったり、まあ前売り特典のねお話をさせていただきたいと思います。で、まず僕も全部言ってるわけではないんですけど、こちらね、まあ週ごとに毎回毎回特典が変わりまして、中にはまあランダムのものでね、何種類かあるものもあるんですが、まあ一応ね、こちら第1週目特典、こちらね、青春豚野郎はアニマルランドの夢を見る。そう、見ないじゃないんですよ、夢を見るってことで。実はまだ読めてないんだけど、いい加減見ろって話ですね。でもう見るんだけど、こちら第1週目特典でして、第2週目特典がまあ色紙ですね。舞先輩と楓と、のどかちゃんかの3名がまあランダムでね書かれている、まあそのキャラデザの方のねやつなんですが、で3週目がこちらね、はい、まあ、僕もね3週目でまあもらいに行ったんだけど、双葉とのどか、のどかじゃないわと小賀ちゃんと、あとはズッキーだね、うずきちゃんがまあそれぞれ入ってるってことなんですけど、まあ僕の狙いは双葉ちゃんってことで、やっぱ2週目もね行こうか悩んだんですよ。悩んだんだけど全部ささに行けないなと。で複数参り券をまあ買ってはいるんだけど、まあ全部3枚買ってるんだよ。で3回、まあ別に参り券以外でもね普通に現金で行けるんだけど、まあ、参り券は使い切らないといけない。でも、まあ、時間もないし、でも、あんまなーって感じで、まあ、厳選して、まあ、一応行ってるわけですよ。で、こちら、まあ、3週目の特典をね、手に入れてきたということで。でも、特典的にはもうね、4週目複製原画、5週目、まあ、いろいろって出てるんだけど、まあ、今回はね、まあ、3週目の動画、3週目の動画で3週目のね、色紙を開けていこうぜっていう動画です。いや、違うな。うん、特典、まあ、紹介動画なんだけど、で、どっから話そうかちょっと悩むんだけど、まあ、3回も、ね、見るというか、まあ、複数回ね見るとまあやっぱいろいろ発見があるんですよ。今までその設定とかをねちょっと無視というか全然気にしてなかった部分とかで、楓ちゃんと、まあ楓ちゃん、まあ、2人ね妹がいるんですけど、2人妹がいるんだけど、まあ、その漢字の方の楓ちゃんと聞き手が違うんですよ。もともとその記憶を失う前の楓は左利きなんですよ。でファミレスのシーンとかでもあるんだけど、そのオムライスを食べるね、左手で食べるんで、そのスプーンでね。で、もともとその、もともとつうか、まあテレビとかね、普通に初登場、最初から登場してる、その記憶を失っちゃった後のカエルちゃんは、そのパンダのね、服着てる方は右利きなんですよ。いや、そこ、あーってね、気にするってか、こうやって見返してみると、やべえなってなります。うん、話長くなっちゃうね。で、まあ、参り特典もね、そう、入場者特典の他に参り特典もあって、まあ、第1弾、第2弾とかもいろいろ種類があるって話したんだけど、これがね、第2弾だったか、第3弾か分かんないんだけど、じゃあ、第1弾特典が、違うな、第1弾が、なんか色紙みたいなやつでね、あの一応ね、結構前にね、その、参り特典だーみたいな動画を出したんだけど、その時に紹介して、どっかにしまっちゃってね、今、行方不明なので、ちょっと全力で探してるとこなんですが、まあ、こちらがね、まあ、クリアファイルとなっております。キービジュですね。カエルちゃんのまあ受験というか、こちらね、ほら、峰ヶ原高校のね、受験会場ということで、いやもうなんかいいよね、背景もさめっちゃいいよね、壮大っていうか、こんなね雲から光さすことなかなかないからさ、やっぱアニメならではなんだけど、やっぱねこういう学校の風景見ると学校行きたいなって、ね、なりますよ。実際リアルだと学校行きたくないなってなっちゃうんだけど、こちらが、まあ、裏面がね、まあ、線画っていうのか原画っていうのかわかんないんだけど、こんな感じでね、まあ、色なしバージョンというかね、こっちがまあ完成形、こっちがね、まあ、途中経過っていうのかなのやつな、こういうのやっぱね好きなんですよね。全然そのほら作ってる人たちのことに詳しいわけじゃないからさ、全然にわかなんだけど、こういうのにあいいなってなります。原画集とかねってこういうやつだよね確か。そうで、これがまあね特典なんだけど、そうしてもう一つ実は持ってまして、こちらです。これなんかセットのやつだったかな。こちらね、そう、お出かけシスターとプラスこちらランドセルのね、こちらの方ですねと、まあ、コラボというか、まあ、原作イラストですよ。これもうほんと原作イラスト様々なんですけど、こちら、あ、書いてあるね。そう、お出かけシスターの夢を見ないと、ランドセルガールの夢を見ないってことで、でここがポイント高いのが、ほら、電車の中なんだけど、ほら、ちゃんと、まあ、ちょっと見づらいな。そう、ちょっとほら、カエレちゃんの後ろにこのカエレちゃんがいるんですよ。これがもうね、尊くて尊くて、あーって感じでもうね、やばいんですよ。涙が出ちゃうんだけど、でもカエレちゃんめっちゃ可愛いよね。で、前先輩も、ま、このね、ランドセル姿で、一応そのあらすじとか全然調べてないからわかんないんだけど、まあ、最後映画の最後でね、海辺でサクタとね、おじさんだあれって感じでね、出会うところで幕を閉じて冬にねやるってことなんだけど、そちらも楽しみでございます。これの島みたいな、あ、どうだろう、関係あるのかな。でも海辺ってことと、まあ電車の中、な、電車の中なんてなかなかさ、こういうイラストで見ないからさ、すごい新鮮ですよね。いやもうね、溝口先生ありがとうございますって感じでね、でも素晴らしいです。こんな感じでね、うん、クリアした時期イラストカードちょっとわかんないけど、
このねグッズの名前が分かんないんだよ。結構固めのねクリア系なんだけど、いやもうこのほんと原作イラストめちゃくちゃいいからさ、まあアニメももちろんいいんだけど、やっぱこの原作映画ねいいなってのは多分ねみんな分かると思う、ね、アニメも素晴らしいんですが、てな感じで、まあ、得点がね、まあ、僕が持ってる得点は1、2と、まあ、あのアニメーターの、ね、方が書いた色紙3つなんですが、で、まあ、今回ねこちらをね開けていこうぜっていう動画でございます。これ何回言ってんだじゃあ行こうか。で狙いはさっきも言ったかもだけど双葉ちゃんなので、でもねこれがね、まあ、当たんなかったからねもうどうこうじゃないんですよ、終わっちゃってるから、その得点配布はもうね今更行くとかできないんだけど、でもやっぱね推しキャラとしては双葉ちゃんがねいいんですよ。あでもねそう、あの今になって思うつうか2回目見てから思うつうか、カエルちゃんがさすごく可愛くてさ、もう最初に言ったんだけど、もうなんて言うんだろう、妹ってこんなにいいんだみたいな、まあ、サクタもめっちゃお兄ちゃんしてるし、サクタお弁当作ったりとか、その体調が悪くなった妹のために学校に出していくとかさ、めちゃくちゃもう妹思いっていうか家族思いっていうかさ、まあ、サクタもかっこいいんだけど、いやなんか妹がねいいなってなります本当に、ね、これまでって、まあ、年上好きなんか、まあ、お姉さんキャラが好きって言うとちょっとなんか暴露してるみたいに嫌いなんだけど、そういうこと暴露することじゃないんだけど、どちらかといえば僕はね、まあ、年上キャラが好きなんですよ。冴えないヒロインの育て方しっかりとかね、まあ、ウタハ先輩の方が好きみたいな、エリリより、まあエリリも好きなんだけど、ウタハ先輩の方がどちらかといえばみたいな、まあ、結局加藤に落ち着いちゃったんだけどみたいな、じゃ話が全然変わっちゃうんだけど、まあ、年上の方ねキャラの方が好きだったんだけど、いやなんかね妹よくねみたいな、妹キャラの方がなんかあれみたいな、ちょっとね分かんなくなってきちゃって、妹がいいなって話でございます。ちょっとね前に先輩がちょっとこれはね小学生はさすがにね妹すぎる感じがするんだけど、いやね楓ちゃん可愛いですからね。うん、では話が進まないからいきましょう。双葉ちゃんか、まあ、ズッキーか、まあ、コカちゃんがね当たるってことでいきましょう。裏面からやっぱ見たいよね、これで表だったらまああれなんだけど、いきます。はぁ、これに力を貸してくれ。はぁ、はい、やったー。最近ねちょっと声を上げすぎてるからね叫ばないようにしてたんだけど、いやもう持ってますね僕。もう双葉ちゃんの、まあ、メガネなしバージョンというか、普段ねメガネかけてるんだけど、 しかもほら制服っていうか制服に白衣だから結構やっぱ私服がね珍しいって感じなんだけど、いやめっちゃくちゃ今ねちょっと今落ち着いて喋るようにしてるんだけど、めっちゃくちゃ嬉しい。なんかパジャマっぽいよね、パジャマっつうか、まあなんていうんだろう、これねワイシャツちょっとはだけてる感じなんだけど、やばいみんなめっちゃいいぞ。いやーありがとうございますって、やっぱ精神豚野郎ね全部のキャラクター魅力的なんだけど、やっぱ個人的にね、まあ、その原作のキャラデザっつうか、まあ、原作映画ねすごい好きで、ちょっとアニメの方はねだいぶちょっと違う感じにはなってるんだけど、やっぱ双葉ちゃんが好きで、まあ、声優の方もね相まってねもうすごくね好きなキャラになっておりますと。いやめっちゃいいぞみんな、いいでしょうって感じでね自慢したいと思います。色紙もね持ちすぎてねしまいきれてないって、管理しきれてないんだけど、大きさ的には普通のあれだね、おっと一般的な色紙のサイズで、まあ、近くに今ねグリッドマンの色紙があるんだけど、グリッドマンの色紙に比べるとちょっと大きい、グリッドマンがちっちゃいのか、ちょっとこんな感じでねなってるんですけど、あめちゃくちゃいいじゃんねこれ、ありがとうございます。では皆さん、得点湧き終わってしまったからもうやることがなくなってしまったんですけど、青春舞台裏をまだ公開しますから、皆さんぜひ劇場でね、もう主題歌っていうか、そのねあの不可思議のカルテもめっちゃいいですし、もう楓ちゃんめちゃくちゃ可愛いからさ、もう頑張ってるところ、もう頑張るってなんだろうって思う、考えさせられる映画なんだけど、難しいんですよやっぱり、なかなかね、まあ、受験だから結構テーマが重いというか、もう、ね、青春舞台裏って、まあ、青春イコール、まあ、受験ではないんだけど、まあ、やっぱ学生といったら受験っていうのも含まれてますから、そこら辺もやっぱね深いなって思います。皆さんもねぜひ青春舞台裏を見てね、まあ、受験今年頑張るって人は、まあそれで頑張ろう、まあ、受験生見てる場合じゃないのかな、ちょっと分かんないな、今何月、7月8月だけど、だからまああれか、受験生はまあ勉強の年か、まあ、2月とかだもんね。ではまあ皆さんもね、青春舞台裏すごく面白い映画となっていますので、パンフレットもねすごくいい写真というかイラストというかインタビューというか、これ見てからね見るとね、また映画もねまた違った感じでね見れると思いますので、ぜひ見ていただければと思います。そう、青春舞台裏今全然ね公開のその1日の放映数がないから、もう夜しかないかとかあるから、ちょっとそこら辺ねチェックして、ね、行った方がいいと思うので、では皆様長くなってしまいましたが、ここら辺で終わります。ぜひ青春を謳歌しましょう。青春ってなんだご視聴ありがとうございました。青春舞台裏